ジオインですね。生命力がすごく強い、寒さに弱い。こんにちは、劇花の古谷です。リアルタイムで見てる方はこんばんは、古谷です。今日はですね、植物の相談を年間1000件以上、通算で2万件以上のお悩みにお答えしてきた、私こと古谷がおすすめする、初心者の方が冬から育て始めるのにおすすめな観葉植物、そしてもう一個が初心者の方にはこの時期から育てるんだったらおすすめしないよっていう、観葉植物、全部で8個9個ぐらい、ご紹介をしていきたいと思います。まずですね、最初に、おすすめする観葉植物をお話ししてから、おすすめしない観葉植物を、後ろの方でお話しようかなというふうに思います。もちろんその理由も合わせてお話をしていきますので、初心者の方、それからこれから観葉植物育てたいなんていう方はぜひ最後まで見てみてください。僕の動画なんですけども、こういった形で育てやすいものとか植物の育て方とか、おすすめの植物とか、そのあたりをお話ししているチャンネルになります。では行きましょう。初心者の方が冬から育て始めるのにおすすめする観葉植物3つ、3つっていう感じで絞りましたけど、まず間違いないよこれはっていうのがこちらです。ポトス。僕も育ててますけどね、ポトス非常に育てやすいです。皆さん冬場失敗しちゃうのって、冬にお水をあげるんですが、そのお水がですね、冷えてしまって、結果的にお部屋の中で冷えてしまって根腐れとか寒さで凍えて植物が枯れてっちゃうみたいなことが多いんですよ。あとは日に当たれないみたいな感じ、うまく水を吸ってくれないっていうのが一番やっぱり多いですね。でそういった意味でこのポトスってのは水がすごい好きだし、枯れにくいです。ポトス枯らしたっていう方もいると思いますが、僕のポトスの動画を一旦見ていただければ、どこに置けばいいんだとかそういうのが分かってきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。ポトスね、めっちゃ簡単です。で、購入するときはこういうね、ちっちゃいポトスじゃなくてちょっと大きめ、4号とか5号って言われてる鉢の大きさのものを買っていただくといいと思います。続きまして、初心者が冬から育て始めるのにおすすめする観葉植物2つ目はモンステラです。ここにありますね、モンステラね。このパカッと葉っぱが割れているこのモンステラですね。モンステラっていうとハワイとかね、あっちの方の印象がすごく強いんですけども、すごい育てるのが簡単で、なおかつ寒さにもそこそこ強いです。そして何よりも根っこが強いんですね。太い根っこをね、ギュンって出してくれるので非常に枯れにくいです。今このモンステラに関しては斑が入ったもの、白いね、筋とかが入ってるものとか高額でこうね、大人気なんで売られてるし、かっこいいんですけど、斑が入ってるものはこの真緑のものよりも若干弱いです。なので冬から始めるのであればモンステラかなりおすすめします。水もかなり好きなんで、ラフな感じで水をジャバジャバっとあげちゃっても意外と大丈夫。寒さにも比較的強い、葉っぱの数が少ないんですけど、その分ですね、大きい葉っぱで太陽を浴びてみたいな感じで育っていくんですね。そして比較的この直射日光がなくても育ちやすいです。明るいお部屋だけでも意外といけちゃうので、モンステラかなりおすすめです。続きまして、初心者が冬から育て始めるのにおすすめする観葉植物3つ目、最後ですね、最後はエバーフレッシュです。こちら一見弱そうに見えます。根っこも細いんでね、弱そうな感じがするんです。でもこのエバーフレッシュは生命力がすごく強い。冬場でもあったかいお部屋でニョキ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 育っていきます。夏の暑さにも強いです。直射日光はそこまで好きではないのでお部屋向きで、葉っぱの数も多いで、水が足りない時っていうのは枯れるんですけども、葉っぱがね、パラ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 落ちてお知らせしてくれるんですね。夜には葉っぱが閉じて眠るんですよ。ネムの木のね、仲間なので。で根っこはね、細いんですけど量がすごくあるので枯れにくい、お水もたくさんあげすぎても枯れにくいっていう特性があります。非常に育てやすいですね。もしですね、
このエバーフレッシュ見かけたら、冬から育て始めるんだったらめちゃくちゃおすすめなんで、ぜひ試してみてください。続いては後半なんですが、年間1000件以上ね、植物のお悩みとか相談にお答えしてきた僕が、初心者にはおすすめしない観葉植物5選ということで、私これ育ててるのにみたいなのが出てくるかもしれませんが、頑張って育てていってください。人気の植物ばっかりです。まず1つ目、ウンベラータ。これですね、ウンベラータはなぜおすすめしないかというと、2年に1回ぐらい葉っぱを落とすんですよ。しかも冬から育て始めると、冬場ね、落葉するんです。温度がちょっと低かったりすると。で、その落葉した後、また春にこう芽が出てきて、葉っぱが夏にはこうバッてね、全部、パッと開くんですけども、この葉っぱがね、落ちた時の水やりの加減がめちゃくちゃ難しい。僕もちょっと戸惑うレベルで難しいです。まあ、基本お水あげないみたいな状態でやっていかなきゃいけないし、じゃあまあ葉っぱもないし、休眠もね、眠ってるんだろうから、まあ、ちょっと寒いお部屋でも大丈夫だろうと思ってほっとくと枯れちゃったりとかね、するんですよ。で、春、葉っぱがこうね、葉っぱの芽が出てきてバカって開くんですけど、室内だと開かせづらいっていうのがありまして、とてもですね、その冬から育てるにはめちゃくちゃ気難しいという植物の一つです。2つ目はですね、ガジュマルです。ガジュマル、僕沖縄に住んでるんですけど、沖縄でガジュマルはね、もうそこらに転がっているぐらいのレベル感で、あちこちに地植えになってます。もうね、あの街路樹なんですね。なんですけども、皆さんお求めになられるガジュマルっていうのは、これぐらいの小さいものを買ってくると思うんですよね。で、この小さいものっていうのが、これがね、寒さに弱い、お水もたくさんあげすぎてしまうと、根がね、ある程度大きくならないとこうね、グイ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 出てこないんですね。なので、水の加減が非常に難しくて枯らしてしまう方が多いということです。もし育て始めるんであれば、5月の連休あたりから育て始めるととてもいいです。その時期はね、もうウンベラータもガジュマルも外に出しっぱなしで大丈夫なんで、そこで育てていただいて、秋ぐらいにこうお部屋の中に取り込んで、楽しんでいくと、冬場もすごく楽に育っていきます。ね、3つ目はパキラです。こんなに人気のあるパキラなんですけども、もう必ず誰しもが1回は育てたことあるっていうパキラなんですけど、これね、むずいんですよ、冬からやると。しかも植え替えなんかしちゃった日には、ほぼ枯らしてる方が多いですね。寒さに弱い云々の前にですね、上の部分は寒さにね、まあ、ちょっと当たってもまあまあ大丈夫なんですけど、こいつはね、根っこがなかなか出ないんです、パキラは。根っこが増えないっていうことは、お水をあげても吸ってくれない、そうすると鉢の中がずっと湿っぽい状態になって、そこに夜は暖房を消して寝るじゃないですか。そうすると鉢の中が冷える、で根っこが傷む。これを毎日毎日繰り返していって、2、3ヶ月でダメになっていくってことが非常に多いです。なので、パキラに関してはやっぱりこの5月の、ね、連休ぐらいから育て始めるのがめちゃくちゃおすすめです。そして、初心者の方にはおすすめしない観葉植物4つ目はね、サボテンです。サボテンってめちゃくちゃ簡単そうに見えるじゃないですかね。見た目そんなに大きくなったりとか、目に見えた変化がないけども、可愛いしトゲトゲしててね、なんですけど、むずい。これはね、まあ、寒さに弱いっていうのもあるんですけど、水の加減が難しい、そして水を吸ってんのか吸ってないのかが目で見て分かりにくいっていうようなものです。まあ、外に放置してね、たまに水やってみたいな感じでも、全然育ってはくれるんですけども、寒い時期からスタートすると難しいですね。あとはですね、水あげなくていい伝説っていうのがあるんですよ。サボテンって水がなくても大丈夫でしょ、砂漠に生えてるからみたいなのが僕の子供時代からありました。まあ、彼これね、45年前とかも言われてたし、今も実は言われてたりとかして、何の伝説だみたいな都市伝説じゃないかみたいな。サボテン水、まあまあ好きですよ。まあまあ好きだって、自分の体の中に蓄えるんだから、蓄えるからあげなくていいみたいなことも言われてたりとかするんですけど、皆さんのところではそんなことも言われてますかね。最近はその若い子たちが観葉植物好んで買ってみたいな光景がお花屋さんでも見られるようになりました。昔よりはね、若い方が非常に多く
植物に触れてくれるのはとっても僕らとしても嬉しいことなんですが、サボテンはこの冬の時期からスタートっていうのはあんまりおすすめしないので気をつけてみてください。最後ね、2ついっぺんにいきます。5つ目、オリーブとユーカリです。観葉植物として始められる方が多いんですけど、観葉じゃないのよ、植木なのよ、オリーブとユーカリは。で、じゃあ外に出せばいいんでしょっていうと、そうなんですけど、寒さにはね、めちゃくちゃ強いかって言うとそうでもないし、植え替えするでしょ皆さん。こう小さめのを買ってきて、ちょっと大きい鉢に植えたいじゃないですか。で、冬場植え替えをして外に出される方もいるし、中に入れる方もいるんだけど、もう一発で、ダメ。枯れちゃう。きつい、厳しいのよ。冬場の植え替えに耐えられるものではないんです。寒さ、暑さにそこそこ強いので、冬時期とか夏時期でも店頭に並びます。棚持ちがいいって言うんですけど、置いといてもダメになったりしないでしょ。お花がの種類が少ない時期とかってとりあえず色物をなんか並べたい、でもそれでも売り場が埋まらなければ、こういうねちょっと人気のものをがセリとかで出てきたら買ってきてこう置くんですよ。で、置いてあるからその時期にすごく楽に育つのかってさ、そんなことなくて、その時期に出回ってるだけの話なんだよね。冬場のメロンとかめっちゃ高かったりしますよね。その時期になるものではないですよね。その時期が旬かっていうとそうではないです。オリーブ、ユーカリ、冬場もし買ってこられた方は植え替えをせずにそのまま外に置いてください。できれば、鉢の中が凍らないような場所、まあ、軒下でもね凍っちゃうっていう方は部屋の中に入れるのがいいのかもしれないんですけども、もともとですねオリーブとユーカリは観葉植物ではないので室内では育ちません。どうしてもですね、部屋の中だとたくさんのお日様が必要な植物なので育ちにくいです。観葉植物って日差しがそこまでなくても育ってくれる植物のことを言っています。これらは全てですね、こう鬱蒼と茂っているようなジャングルの中とか森の中、ね、熱帯雨林みたいなところに自生している植物なんですね。なのでジメジメしても大丈夫、そこまで日差しが強く当たらなくても大丈夫みたいな植物たちなんですよ。まあ、日本で言うと山に行くとねシダとか生えてますよね。そういう感じだと思ってください。まあ、シダは、まあ、寒葉っちゃ寒葉、まあ、この辺とかシダなんですけどね、これねシダなんですけど、そういう環境でも大丈夫っていう植物なので、オリーブとかユーカリとは違う種類になります。最後お知らせなんですけども、僕に植物の相談される方非常に多いです。実は YouTube の方でコメント欄にねたくさん植物の相談書かれる方いっぱいいるんですけども、まあ実際のところちょっとお答えしきれないっていうところもあるのでこうやって動画を出しているわけなんですが、どうしてもこのタイミングで今すぐに聞きたいっていう方いらっしゃると思います。 LINE のですねメンバーシップの方で有料にはなりますけども植物の相談をお受けしております。今は月額制でねやってるんですけども、他の方の相談なんかも聞けます。そういうグループでやってますので、ぜひご興味のある方は概要欄の方に、見てみて、詳細を確認してみてください。ということで今日の動画面白かった、役に立ったっていうことであれば高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということでまたお会いしましょう。さようなら。皆さんの観葉植物がたくさんもりもり育ちますように。バイバイ。針が刺さって痛い植え替えしてる時に指に刺さって痛い可愛くて撫でたら刺さって痛い抜こうと思ってみたけれど老眼で見えなくて抜けなくて痛い痛いけど可愛い。
刺さって痛い痛い上返してる時に指に刺さって痛い痛い痛い可愛くて撫でたら刺さって痛い痛い抜こうと思ってみたけれど老眼で見えなくて抜けなくて痛い痛い痛いそれでも可愛いサボテンちゃん痛い痛いけど可愛い